君の中にある赤と青き線、それらが結ばれるのは真の像、風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる。時は枕木、風は二木肌、星はうぶすな、人は影ろう。なんで泣いてるのと聞かれ答えれる。涙なんかじゃ僕ら出会えたことの意味にはまるで追いつかない。この身一つじゃ足りない叫び、君の手に触れた時にだけ震えた心があったよ。意味をいくつ超えれば僕らはたどりつけるのかな。愚かさでいい、醜さでいい、正しさのその先で君と手を取りたい。